なんかね、ラウンケルの生活系って聞くと、資料集にね、あの、いきなりこの図がドンと出てきて、まあ、とりあえず覚えるかっていう感じになってしまいがち。だから、今日はちょっとね、あの、ゆっくり丁寧に、あの、背景、背景知識まで含めてね、見ていこう。今日はね、生物の形に注目する話なんですよ。生物の形態に注目する話なんですよ。あの、 この後、ね、あの植物の生活系を見ていくけどその生活系の系の字は形っていう漢字を書くからねあの生態系なんかでいう,、ね、いうあの生態系の,あの,このシステムっていう意味を持った形の字とは違うからねこここ気をつけてくださいこれ生物基礎では全く覚える必要ないけど DNA の塩基配列的に全然違う生き物同士も 同じよよよよ。ううな環境にに適応すすると、くく似た形を持つように進化していくんですよ例えばさお魚とイルカって DNA 的にすごく近いから似た形をしているわけではないどっちも海に住んでるから、ね、どっちも水の中に住んでるから同じような形にこう進化していったんだよねだから全然ねあの異なる系統つまり DNA の塩基配列的に違う生物同士も同じ環境にねあの適応していったら 同じような形になっていく。同じような形に進化の結果になっていく。そういうことがよく起こります。例えば、サボテン。北米の砂漠に生育するサボテンと、アフリカの砂漠に生育する東大草の仲間。これの形はやっぱりそっくりだけど、DNA 的には離れているんだね。例えば、 葉っぱの形に注目すれば、例えばこんな風に平べったい紅葉とか、こう、針のようになってる針葉とかね。まあ、あの、針葉はね、あの、表面積を犠牲にして、つまり、光合成の効率を犠牲にして、ね、あの、水の損失を防ぐようなね、あの、形状に葉っぱがなってるんだね。こう、蒸散の、なんていうか、えっ、ー、と、蒸散による水の損失が抑えられるからね、こう、表面積が下がって。あと、これはね、ちょっとイメージしにくいかもしれないけど、 葉っぱを1年中つける常緑、葉っぱを特定の時期に落としてしまう落葉これもね重要な植物の,あの形態の特徴なんですねこんなふうに一年中葉っぱをつける木を我々は常緑樹と呼んでいます一方、まあ、日本で言ったら冬だけどかなり植物にとって生育が厳しい条件の時期そういう時期に葉っぱを落とす木を我々は落葉樹なんて言ったりします そのように様々な植物の形態に注目して植物学者たちは植物をこう分類してきた。DNA の塩基配列ではなくて植物のこの形態に注目して様々な分類を作ってきた。そんな中で植物学者であるラウンケルは植物のある一つの重要な特徴に注目して新しい分類系を提唱したんだね。そのラウンケルが注目した唯一の 重大な特徴っていうのが旧民画の位置だちょっとねいきなり旧民画ってのがね資料集とかに出てきてびっくりすると思うからちょっと丁寧にねあの言葉見ていこうこれ別に全然大学内容なので覚える必要はありませんまずね目っていうのはね次にねまあ、次に伸び出してくるね次にそこから伸びてくる出てくる 葉っぱとか花が待機してる状態。これをね、ざっくりね、植物学者たちはざっくり目って呼んでるんだね。で、休眠が、ま,あ、まさにね、休眠している目のこと、生育に不適当な時期、まあ、日本で言ったら冬だけど、寒気とか雨季があるところでは寒気の間にこう不活性なままでいて、つまりこう、全然生命活動をこう抑えられた状態でいて、生育に 適した時期にななるると再び成長を始めるそんな組織、分裂したりして成長したりするそんな組織、それを休眠がって言うんだ。これも覚えなくていいです、あの最後にもう一回見るけど、まず生活系っていうのはね、その生物の生活様式を反映した形態、まあ、生活に合った形って意味だね。何度も言うけど、この形の字期をつけてね、形に注目してるからね、形態に注目した議論だからね。 ラウンケルの提唱した生活系がよく議論される理由。それはいろいろあるけど、やっぱり一番大きいのはこれだ。植物と気候の関係をよく表してるっていう。では、ちょっと前置きが長くなっちゃったけど、やっとあの資料集の図を見てみよう。ラウンケルは休眠画がどこにあるかで植物を分けてみせた。ま、一応ね、あの生物例も、 よーく問われる生物例だけ書いておきましたけど、まあ、問題に出てきたところで、まあ、資料集とかで見つけたところで、ね、その都度確認していけば良いです。今日はラウンケルの生活系の大体の概念それをつかみましょう。休眠画がどこにあるかで植物を分類して見せた。休眠画が高いところにある地上植物。 地上植物よりも低いところにある地表植物、地表面にある半地中植物、土の中にある地中植物、で、休眠がという形では、生育に不適当な時期を越さない、種子の形で生育に不適当な時期を過ごす、例えば冬に枯れちゃって、種子を残して枯れちゃうような一年生植物。 まあこんなふうにラウンケルは植物を分類して見せたでは一つ一つ丁寧に見ていきましょうまずは地上植物地表面から3 0ンチよりも高いところに休眠がをつける植物ですみんなが普段イメージする樹木まあそれは大体地上植物であることが多いですもちろん目が高いところにつくってことは そこから葉っぱとかをね展開していくわけだから他の植物よりも先に光をキャッチできるだけども目が高いところについてるってことはその目が乾燥した空気とか冷たい空気にガンガンさらされてるってことだだからねそういう厳しい環境には地上植物は比較的少ないどちらかというとあったかいようなところあったかいところに地上植物は多いです 続いて、地表植物。地表面よりは上。だけど、30センチよりも下。そんなところに休眠がをつけるような植物を、地表植物とラウンケルは呼びました。まあ、あんまりテストに出ることはないけど、まあ、背の低い木だよね。背の低い木などが地表植物。まあ、もちろんね、あの、地上植物ほどね、目が乾燥した空気とか冷たい空気にさらされることはないから、 まあ乾燥とか、ね、あの低温にまあ比較的強いと。まあ、雪がもふっと積もれば、その雪によって目が保護される、ね、そんなこともある。だから、えっと、地上植物よりももうちょっと過酷な条件に多いことが多い、この地表植物。一番よくテストに出るのは、この反地中植物、キュウミンガが地表面にある植物です。さっきの地表植物は まあ地表植物と言いながら、休眠画は地表面にはなかった。この半地中植物が休眠画を地表面につけるやつらです。一番よく問われるのは、この半地中植物は寒冷な地域に多いということです。雪や枯れ葉で目が守られることになるからです。半地中植物の中にはロゼット用をつけるものがあります。 ロゼット用っていうのはこんな風に1箇所から放射状に葉っぱが並ぶようなときこの葉っぱをロゼット用って言いますまるでこの葉っぱがちょっと俺はうまく描けないんだけどこの葉っぱの付き方がまるでバラの花のようねまるでバラの花のようちょっとバラの花のようには。 絵が描けないんですけども、ま,あ、まるでバラの花のようだと、まあ、ちょっと,ょっとバ,バラの花のようにならないんですけど <laughs>、まあ、まるでこの葉っぱの付き方がバラの花のよう、ローズのよう、ね、まるでローズのようだ、ね、ローズのようだって意味で、ロゼット用って言うんですね。これはあんまり覚えなくていいですけど、この中心に目があって、その目がロゼット用、もしくは 枯れてしまったロゼット用に守られているんですね。まあ、何枚もね。お布団をこうかけてね。ぬくぬく目が保護されているみたいなイメージで捉えておきましょう。土の中に休眠画を持つ、植物、そんな植物を地中植物って言います。例えば球根などに休眠画を持ちます。目が土の中にあるので、その目は低温から保護されることになります。 なので、鉱山なんかに比較的数が多いです。逆に、これ、土が凍っちゃったら大変なんで、これ、土の中にね、あの芽があるんで、土が凍っちゃったら大変なんで、土が凍るような地域には、とっても数が少ないです。最後に、一年生植物。一年生植物は、厳しい時期を種子の形で乗り越えます。だから、砂漠とか、すごーく乾燥の厳しい地域に多いです。 みんなの身の回りにはね、あのみんなが猫じゃらしって呼んでるエノコログサなんかがあれは冬に枯れちゃうよね。あれは種子の形で冬を起こす一年生植物なんですね。こっちは冬くらいに撮った写真だけど、こっちは夏くらいに撮った写真です。このひまわりも有名な一年生植物です。冬には全身が枯れてしまって、種子を残して枯れてしまって、 の形で冬を越します以上、ラウンケルの生活系について学習してみました。紹介した、ね、あのポイントを押さえながら、もう一回ね、資料集とか教科書で復習して、問題集の問題解いてみてください。これあの、初めの方でも見たスライドだけど、今なおラウンケルの生活系が議論され続けているってことは、やっぱりそれだけ重要なんだよね。 ラウンケルの生活系を使うメメリリッットトががいろんんなメリットがあるんだね、まあ、やっぱり一番分かりやすいのはこれだよね。植物と気候の関係をよく表している。今までの話でも、なんかこう、あったかいところとか、寒いところとか、乾燥しているところとか、そういう話が出てきたじゃないですか。それってもう完全に気候条件だよね。この植物と気候条件の関係がよくそれに表れてるんだね。あとやっぱり専門家じゃなくても 簡単にね分類できる。休眠画がどこにあるかで簡単に分類できる。DNA を分析して塩基配列を比べてっていうこの分類方法じゃないからね。では、えっと、少し難しい話だったけど、ラウンケルの生活系について詳しく見てみました。もう一回復習してみてください。ご清聴ありがとうございました。